はい、どうも、こんばんは。うぶ主でございます。枝豆でございます。本日はですね、セブンディーマーク2のね、何ですか、長期使用の感想というかね、撮れた写真を使って喋っていく回、第2回でございます。はい。今回はですね、風景ということでね、動き物以外で、ね、ちょっと今日は喋っていこうと思います。それではどうぞ。はい。画面切り替わっておりますが、ちゃんと映ってるといいですね。今回は、じゃなくて前回ですね、ちょっと動き物にフォーカスしてね、こんな写真撮れたよとかやってみましたけどね、今回ちょっとね、まあ、趣を変えてね、セブンディーマークスでも風景はそりゃ撮りたいわけですよ。ね、高いカメラですからね。これからやってもらわないとという感じですけども。で、今回風景をね、ちょっと見ていこうと思います。ちょっとね、夜とかがね、ないのはちょっとカメラの性能わかりづらいなと思うんですけど、ちょっと主にね、気仙沼市で撮影してた写真をね、今までセブンディーマークスで撮ったのね、ちょっとずつお見せしていこうと思います。じゃあ1枚目からいきましょう。はい、まず、写真出ましたね。海ですね。まあ、気仙沼といえばね、やっぱ海なんですよね。太平洋。と、これはね、老現像してないですね。でも老現像してなくても、ね、お分かりいただけると思いますけど、セブンディーマーク2オートホワイトバランス。で、この海の青と空の青がね、こう、ギャーンと濃く出て、ね、気持ちいいですね。ね、CPL フィルターとか一切使っておりません。はい。それでこの写りっていうのはね、やっぱ、ね、キヤノンのカメラの性能っていうのがね、わかる気がしますね。で、次行くと、はい。これはね、BRT の気仙沼線ですね。で、これもね、拡大してみると、ちょっとね、胴体ブレしてる感あるんですけど、この車体の色とかもね、結構色濃く出てて、それと対比するような、ね、この芝生の感じもね、よく捉えているなと思いますね。動き物の件でも言いましたけど、画素数ないとか言われがちですけど、ね、それでもこのレベルまで改造してて、で、なおかつこのオートホワイトバランスで出すキヤノンの空の青、ね、気仙沼の青、ね、非常に美しいなと思っています。で、これもですね、これは気仙沼じゃないな。どこだったかな、どこで撮ったか覚えてないですけど。はい。ですね、これ、ちょっと画面キャプチャーなのでうまく映ってるかどうかわかんないんですけど、確認するとわかるかな、なんか、この辺色ついてるように見えますでしょうか。これ、環水平アークみたいな風になっているところを捉えたところですね。で、この淡いところもね、色もちゃんと捉えてくれる、ね、キャノンのセンサーですね。素晴らしいなと思います。で、こうね、つぶさに見ても、まあ、これはレンズ性能ですけど、まあまあ、改造してるように思いますね。で、さっきまで晴れの写真でしたけど、これも気仙沼市ですね。打って変わって、雨が降ってきたと。夏ですからね、夕立ですね。で、その夕立の後、このね、ちょっと ISO 感度高くてノイズ乗ってるような感じもするんですけども、ね、この山から立ち上ってるこの煙というか、まあ雲みたいなものですかね。水蒸気というか。で、その感じと、この雨の後の、ね、夏のムシッとした空気感というか、その湿度感っていうのがね、セブンディーマーク2、ね、フルサイズとかね、高いカメラ買わなくても捉えてくる。いや、これはね、撮れた時にうわーって思いましたね。ここまで映るのか。で、この奥の方のね、霞んでる感じとかもうまく捉えてくれてますね。で、さらに、同じ場所から。はい。で、縦で撮るとこうなるんですね。で、これが港ですね、下が。で、奥がさっきズームでドーンって寄ってたところになります。で、その上を見ますと、まあちょっと見にくいかもしれないんですけど、空が一部青いと。それで、奥を見ると、ね、積乱雲とかがこうモコモコあって、ね、多少頭見えてますよね。で、それが光に照らされて、ちょっとオレンジ色っぽく。で、その上には青い空。そして、そのちょっと雲の色を映してね、グレーになった海。これね、実にうまく捉えてくれたな。こう、明暗差のね、あるところだと、最初からね、その露出がどうぞこうのってやったりとかするんですけど、その準備もなし。ほぼしてないです。オートホワイトバランスで捉えてくれました。これはね、大島ですね。大島から気仙沼の、中心部の方にカメラを振ったんですけども、わかりますかね？このグレーのとこ雨なんです、これ。この後、めちゃめちゃすごい雨になったんですけど。
ね、このちょっと拡大すると、ここの雨降ってるところと降ってないところの境目あるじゃないですか。そこもね、くっきり映してくれて、カメラでここまで映るんだってね、そういう風に思いましたね。で、はい、次。次はね、ちょっと、まあ、風景とかね、建物とかそういうね、動き物以外で、ね、ちょっと趣を変えてモノクロで撮影してみました。いや、実にね、いい解像感ですね。まあ、ズームでね、これ7200だったかな。で、寄ってるっていうのもあるんですけど、この、なんですかね、このおどろおどろしい感じですね。いやー、実によく改造してると思います。これ暗いところだったんですけど、それでもしっかり映ってくれてますね。で、さらにこの木のね、このなんだろう、水がついて、ね、傷んできてこうなる。傷んできた質感とかも、ね、実にうまく捉えてる。ね、そういう風に思います。いやー、いいですね。で、次。これは多分、竜とか、ね、立つとか、そういうもんじゃないでしょうか。これもね、ちょっと、モニター等倍で見てみるとね、若干ブレてはいるんですけど、ああ、この、ね、いかにもこの木を彫った感じ、一つ一つの質感とか、こうね、よく出てますね。やっぱ、モノクロで撮るとね、APS-C センサーでもね、ピシッと締まるな、というね、そういう感じがいたしますね。で、次もね、ちょっと被写体に寄ってみました。これ、雨ですね。ピントの面がですね、拡大すると、こうね、この辺にピントの面が来てますね。まあ、これ、動き物の時にも喋ったかな。雨粒一つ一つまでしっかりね、こう跳ね返ってる様子とか、ね、ちゃんと描写してくれていると。いやー、これをね、捉えてくれるっていうのは嬉しいですね。しかも、望遠で、薄いピントなのに、ね、ところどころ、なんかピントが合って見える雨粒もありますし、ピント面。このピント面のところのね、解像感。ちょっと画面キャプチャーなのでね、あまり伝わらないと思いますけど、ここまで捉えてくれるんですね。いや、実に綺麗だなと思います。で、はい。次は、打って変わって、葉っぱさんですね。はい。これは、青もみじですかね。青もみじですよね。これ、まごうことなき青もみじでございますけど。実に緑綺麗だと思いませんか？やっぱね、キャノンのセンサー発色がいいですよね。APS-C でもここまで。で、ちょっと拡大するとピントがね、ちょうどこの真ん中の葉っぱに合っていて、奥ね、スーッとボケてて、うざいボケ方もしないですよね。で、こう拡大してみると、このね、ギザギザのとこまで見えるくらいはね、こうつぶさに入れるんだろう。ね、ちょっとね、センサーが小さいということもあってね、その、コンデジの写真とかってザラつくじゃないですか。で、そういう感じもね、まああるかなっていう感じはしてるんですけど、まあ全然許容範囲で。で、これくらいのノイズだったらね、別に現像の時にね、なんぼでも消せるので、まあ消しすぎだとね、のっぺりしちゃうんですけど、いや、でも実にこの葉っぱの質感までね、うまく捉えてくれてるなっていうふうに思います。で、ちょっとね、遠くの方に花を見つけたんで、これは松島だったんですね。で、ちょっと遠くの方に花を見つけたので、撮ってみました。拡大すると、うわぁ。いや、実に素晴らしいですね。この、なんて言うんですか、奥の明暗さ、手前の明暗さ、ね、花が真ん中に白いのがあって、周りが暗い、奥も暗い。で、この明暗さの中で、これ白飛びしてないですね。ちゃんと白飛びせずに映ってますね。いや、このフェンスの質感とかも実にね、この錆びてちょっとカビつか苔蒸したような感じ、質感もね、よく捉えるなというふうに思います。で、はい。飯。飯ですよ。いや、これすっごいですね。飯ここまで取れたらもう十分じゃないですか。これ、気仙沼市にあるどんのしばらくさんっていうね、美味しい丼物屋さんなんですけど。ソースカツ丼ですね。だいたい6年ぶりくらいに食べたソースカツ丼なんですけど、すごい美味しかったです。このなんだろう、ボケすぎず、その何の料理か分かるっていうね、感じで。しかもこの、なんだろう、タレが染み込んで、こうね、表面柔らかくなってる感じとか。いや、実によく捉えてると、ね、捉えるセンサーだな、というふうに思います。で、それで、あれ、なんかフォルダが1個あるぞ、と。ね、この寒い場所って気になりますよね。これね。じゃあ見てみますか。気仙沼市に行ったことある方をご存知
の方もいるんじゃないかなと思います。氷の水族館というのがありまして、その業務用のでかい冷凍室みたいなのあるんですね。そこを利用して氷の水族館っていうのをやってるんですよ。で、中マイナス30度そうです。夏に入ったんですけど、めちゃめちゃ寒かったです。でも、そのマイナス30度の環境で写真が残っているっていうことは、しかも結構長い時間入ってたんですよ。10分、20分ぐらいいたんですけど、いや、実に問題なく動いてくれましたね。はい。これ、サバかな？食べたいですね、サバはね。ね、こんなマイナス30度の環境でも動くなんて、もう動作保証ですよ、これ。ね。いや、実にいいなと思います。で、このね、氷の、この凍ったとこからピューってね、なってる泡の感じみたいなの、これ実にうまく捉えてくれたなというふうに思っております。はい。いや、いいですね。ということでですね、およそ2回にわたってね、動き物と風景とかっていうね、フェーズに分けてやってきましたけども、ね、どうだったでしょうか。まあ、この中で使用した写真とか、その他、セブンディマーク2で、ね、撮った写真のスライドショーをね、最後ご覧いただきながらお別れしたいなというふうに思っております。まあ、そのうち2400号が帰ってきたらレビューもちょっと、ね、今更感がありますけど、2400号の EF の、しかも生産終了してるやつ、どうなんだというね、レビューもちょっとやっていこうかなというふうに思っております。それではスライドショー、ご覧いただきながらお別れしたいと思います。それでは。